ズムールと旧ミサイル駆逐艦は、アメリカ海軍が取得を進めている、新型ミサイル駆逐艦の緩急。高度なステルス性などの先進的な設計と、強力な対地射撃能力を備えており、当初は30隻以上の大量建造が計画されていたが、後に、コスト増などのために、ナン・マッカーディ制度によって、アメリカ合衆国議会にその旨を報告され24隻に、ついで7隻に、 最終的には三隻にまで削減された。本級の計画は、1980年代以末に、ジョゼフ・メトカーフ三世一中上が提唱した、打撃巡洋艦構想にその起源を有する。これは、徹底的なステルス化設計と大量の VLS の搭載を特色としていた。1990年代中盤、この構想は、時の海軍作戦総長、ジェルミー・ボーダ大将に取り上げられ、 アーセナルシップとして具現化した。打撃巡洋艦構想では、独立作戦能力が確保されていたのに対し、アーセナルシップ構想では、乗員もセンサーも最低限に止められ、作的、測的、誘導などは、戦術データリンクや、共同抗戦能力などを介して外部からもたらされる、情報に依存するという、極めて大胆なコンセプトであった。そして1995年より、 アメリカ海軍の将来水上戦闘艦を開発する一大プロジェクトとして SC-21 のコンセプト開発が開始され、アーセナルシップ構想もその一貫たる海上射撃支援実証艦として組み込まれた。空母保有数策言論につながることへの器具などから MFSD 計画そのものは1997年11月に打ち切られたものの、その成果は SC-21 計画本体に合流し、生かされることとなった。SC-21 は、当時現役であった、オリバー・ハザード・ペリー級、ミサイル・フリーゲート、スプルーアンス級駆逐艦、タイコン・デロガ級、ミサイル巡洋艦の後継となる、水上戦闘艦を構想しており、同一の設計に基づいて、フリーゲート、駆逐艦の後継となる DD、DD-21 と、 巡洋艦の後継となる CG-21 が開発される予定であった。その任務要求においては、下記のような重視事項が提示されていた。タイコンデロガ級よりも、ペディ級、スプルーアンス級の方が先に退役する計画であった。ことから、まず DD-21 を開発し、それを拡大して CG-21 が開発される計画とされた。 1998年には、計画のフェーズ I に応じる2つのコンソーシアムとして、ノースロップグラマン社を中心としたゴールドチームとジェネラルダイナミクス社を中心としたブルーチームが発足していた。計画では、初期システム設計のフェーズ2までは両チームの競争となり、2001年度半ばからのフェーズ3で、 単一チームが選定されることとされ、2005年度より毎年3席ずつを建造、所要席数は32席とされていた。しかし2001年、SC-21 計画は突如中断され、再計画が行われた。これは、下記の理由によるものであった。多様化する任務に単一の設計で対処するには、限界がある。CG-21 と、 DD-21 は同一の設計に基づくこととなっていたが、計画開始後に次々と追加される任務に対応するため、先行して計画された DD-21 は、すでに巡洋艦級と評されるまでに肥大化し、かつなおも装備不足が指摘されていて、その一方で肥大化によって、沿海域での戦闘には不適となりつつあった。これを是正するため、 全身的システム取得方式とファミリー・オブ・シップスコンセプトの導入が必要と考えられた。将来の紛争の予測不能性と宴会域、戦闘特有のチープキルの危険性への対応が不十分であり、少数の高価格な缶に頼り、これを不要意に前線に展開することは極めて危険であると考えられた。コスト上昇を有料した議会は2001年10月、 DD-21 計画の予算を4分の1にカットするという荒領事によって警告していたことから計画の見直しは喫緊の課題となっていた。2001年11月見直された新計画の下で CG-21 は CG、DD-21 は, DD は DD と解消され、さらにフリーゲートの後継となる新艦種として遠海域戦闘艦が追加された。 これらは共通の技術基盤を採用するものの、DD-21 の計画被害化を反省して、任務分担を厳格化することとされた。DD は DD-21 の計画を引き継ぐものの、排水量の目標は1万2000トンと定められた。2002年4月、フェーズ3の契約者として、ゴールドチームが選定されたが、ブルーチームが異議申し立てを行ったため、 アメリカ会計検査院は8月に、これを却下するまで計画は停滞した。最終的に、ゴールドチームには、ジェネラルダイナミクスや、ロッキード・マーチンなど、ブルーチームの企業も合流し、DD ナショナルチームと解消している。ノースロップ・グラマン社が全体のリーダーであり、レーセオン社がシステムインテグレータとなっている。またコスト上昇に伴い、 建造予定数は DD-21 時代の32隻から DD では24隻、さらに8隻に削減されていた。2005年11月、海軍時間は、フェーズ4での2隻の先行建造を承認したが、これらは CG に向けての技術実証艦に止められ、以後の建造は行わず、駆逐艦の更新は既存の r アーアーレーバーク級、ミサイル駆逐艦の追加建造によって補う。 計画とされた。その後、2009年4月、一隻が追加された三隻で、建造終了することが正式に決定された。またその後、CG も計画中よされ、こちらも、RA バーク級フライト3によって代替されることとなった。満載排水量は1万4000トン以上で、これは現在アメリカ海軍が唯一保有する、巡洋艦である、タイコンデロガ級。 ミサイル巡洋艦よりも大きい。本級は非常に大胆な設計を採用していることで知られている。従来の艦艇では上艦艦から喫水船に向けて船体幅が絞られ、艦元は外啓していたのに対し、本級では喫水船付近が最も幅広く、艦元は船体内向きに内啓しているタンブルホーム船系を採用した。これは木造帆船時代に 船体上部の重量軽減のために考案された船型であり、19世紀にも鋼鉄水上戦闘艦の登場時にも一部で採用された実績があった。第二次世界大戦期以降姿を消していたものであったが、ステルス性向上の必要から復活することになった。また、選手形状も従来は波を乗り越える形状であったのに対し、本級は波浪を貫通する形状となっており、 水面上より水面下の方が前方に突き出ている。広い線尾トランサムも一枚の単純平面で構成され、側面同様に内形している。これらを合わせてハロー貫通タンブルホーム線形と称されている。アーレーバーク級ミサイル駆逐艦やフランス海軍のラファイエット級フリゲートのようなステルス性が重視されている艦は前から見ると 菱型のような形状をしているが、この場合水平方向から来るレーダー波は上部に当たると空に向かって、下部に当たると海に向かって反射され、直接元の方向へ戻ってしまうことはない。しかし海に向かって反射された電波は海面で乱反射し、ある程度元の方向へ戻ってしまう。DD で採用したタンブルホーム線形は、水平方向から来る電波はほぼ全て空に向かって、 反射されるため、旧来のステルス性設計を凌化する。艦船や航空機に搭載されている、レーダー機器から発射される、電波波長領域では、現在運用されている RA ーーバーク9に比べ、レーダー反射断面積が50分の1程度になると、言われている。船体中央にデッキハウスと呼ばれる、大きな上部構造物が設けられており、単純な平面で構成された壁面はいずれも、 内径しているため、上部構造物は多角水型になっている。煙突はこの上部構造物に収められていて、天井部に開口部があるだけである。炭素繊維などの複合材料で作られた壁面には、多数の開口部が設けられて、同一平面をなしと平面アンテナや、電子工学機器の観測窓、信号等が埋め込まれており、統合複合材料、デッキハウス、開口と呼ばれている。 他の間では、当たり前のはしごや、手すり類、燃料補給ステーションなどの突起物は、外面から見える位置には露出しない。環境の窓は、上部構造物全部のやや低い位置にあり、船室の窓は、基本的に設けられない。なお船体は、内側と外側の二重の側壁を備えており、二重船底と、合わせて、後部の一部を除く船体は二重尖閣を、形成している。 本級は、アメリカ海軍の水上戦闘艦としては初めて、統合電気推進方式を採用している。これは、電気推進に用いるための電力と、艦船内の他の用途の電力の電源を共用化する技術であり、高度な電力制御技術と高性能の電動機が必要とされるものの、電力配分、機関運転の適正化や維持コスト低減、水中騒音の抑制など多くの利点がある。 本級の場合、電源はいずれもガスタービン発電機とされ、主発電機としては出力35メガワットのロールスロイスマリントレント MT30 が2機、補助発電機としては出力3.8メガワットの RR450 が2機、搭載されている。現状では、所要の電力量は主発電機1機のみで充足可能であり、将来的には、 大電力が必要なレールガンの搭載にも対応可能とされている。推進機構としては、出力34.6メガワットの AIM、電動機に機によって推進機に軸を駆動する。また3番艦では、AIM に変えて、より小型で、先進的の米アメリカンスーパーコンダクター車製高温調電動モーターに変更される予定となっている。 ズムールと級では従来までのようなマストは廃止され、ほとんどのアンテナも、蒸気の間式上部構造物の傾斜壁面に固定式で取り付けられている。唯一例外の通信、電子専用の回転式小型アンテナも、上部構造物の上面全部に傾斜角を揃えた、洗濯電波透過性の角型、レドームに収められている。SMC のイメージ。二層分の高さが確保されている。 本級においては、戦闘指揮所を発展させた SMC が設置される。これは、従来の CIC の機能のほか、手機操縦室や軍司令部指揮所の機能も包括したもので、二層部の高さが確保されている。本級の C4i システムは、艦内すべてのシステムをネットワーク連接した全艦コンピュータ環境として、付けと故障されている。次世代アメリカ海軍戦闘艦の 標準型戦闘システムとなることを想定し、イージスシステムの完全、オープンアーキテクチャ版を目標に、SSDS マーク2のソフトウェア資産等を活用して開発されている。シュレーダーとしては、X バンドを使用する多機能レーダーであるマ SPY-3 が搭載される。これはアクティブフェイズドアレン式の固定式アンテナ3面による、全周監視を可能としており、精密目標追尾。 識別及び射撃式のほか、到達性に劣る X バンドを使用するにもかかわらず、従来のイージス艦に搭載されている S バンドのアン・スパイ -1 を凌駕する広域策的能力を備えているとされている。当初計画では、これを補完する広域捜索レーダーとして、S バンドのアえサ式レーダーであるアン・スパイ -4 も搭載される予定であったが、 システム開発とコスト上昇の問題に直面し、こちらは中止された。一方、ソナーシステムとしては、アン、S99-90、統合水中戦闘システムが搭載される。これは、RA バーク級フライトインアのアン、S99-8915 を元にした、統合システムで、艦首のバウドーム上側には、高周波の、障害物回避ソナーであるアン。 SQS-61 が、下側には中周波の対戦探知用ソナーであるアン・ s q s 6 0が設置されるが、これらの制御は統合されており、米海軍発のデュアルバンドソナーを構成する。また完備からは、アン・ s q r 2 0多機能式栄光ソナーが展開される。ミサイル、編集ミサイル発射イメージミサイルは、二重尖閣の、間撃部に装備するマーク。 57VLS に搭載される。これらは外角と内角の間に装備することで、飛弾によって時間のミサイルが誘爆した場合でも、その被害を極限化するように考慮されている。運用するミサイルとしては、当初は区域防空用の SM、広域防空用のスタンダード SM-2、ミサイル防衛用のスタンダード SM-3、対地攻撃用のトマホーク、 対戦専用の垂直発射式アスロック。しかしシステム開発とコスト面の問題に直面し、搭載兵器リストからベラは削除され、広域防空、ミサイル防衛能力も見送りとなっている。装備容量としては、当初は128セル前後を手法と、ヘリコプター甲板の両脇付近に装備する予定と言われていたが、2011年現在、 内角と外角の間には4セルを一単位とする。PVLS を全甲板左上限に、各6機、後部のヘリコプター甲板左上限に各4機の、合計20機、80セルを搭載する。SM は細身であるため1セルに4発まで装填できる。よって、セル数以上の搭載数となる。なお、計画当初は、艦備などの船体内に3連装単魚雷発射管を、 搭載する計画もあったが、2013年の時点では、巨雷防御システムの後日装備余地が確保されて、いるのみとなっている。法、編集 AGS による、砲撃イメージ詳細は、AGS155mm 砲を、参照手法としては、単装の 155mm 先進砲システムが2機、搭載される。s c 十一計画時任務要求以来、本級では、 海上火力支援任務への対応が要求されてきたが、本砲はその目玉となる装備といえる。非誘導の弾道型庁射程砲弾使用時で、最大射程41から 44km、GPS、INS 誘導、ロケット補助推進を導入した長距離対地攻撃砲弾使用時で、最大射程 137km 以上を発揮できるとされており、 搭載弾数は砲一機あたり304発である。しかし、2016年11月に、米海軍は、エラーラップ調達をキャンセルすることを決定したと、発表した。また、上記の通り、将来的には、電磁レールガンへの換装も視野に入れているとされているが、こちらはまだ構想段階である。2006年10月段階でのレールガンの、開発計画では2016年に、 会場試験を行い、実用法の完成は2020から2025年とされていた。また、これを補完して、近距離の耐水上、対空射撃を行うため、マーク1 1 7 5系 57mm 単装速射砲も2機搭載される予定であった。これは、スウェーデンのボーフォースマーク3を、ユナイテッドディフェンス社が国産化したもので、 CIWS としての性格もあることもあって、近接砲システムと呼称される。沿海域戦闘艦及びアメリカ沿岸警備隊のカッターでも採用が決定しているが、これらでは従来通りの停滞石砲塔が採用されていたのに対し、本級搭載のステルス砲塔では、射撃しない時には方針に深くをかけて砲塔内に格納するという思い切った手法によりステルス性を確保している。 しかし2014年には、対集定用の 30mm 機関砲に変更され、CIWS は搭載されないことになった。電子戦、編集電子戦装置としては、従来の案、SL9-32 に変えて、米ノースロップグラマン社が開発中のマフーシステムを搭載する計画である。このシステムのアンテナも、レーダーと同様に平板型で構成されている。 また、指向性エネルギー兵器として、自由電子レーザーを用いた兵器の搭載が検討されており、ボーイング社によって、研究開発が進められている。後部に、ヘリコプター格納庫後部に、ヘリコプター格納庫と広い甲板を備えている。有人ヘリコプターである MHz-60RC ホーク2機、または、MHz-60RC ホーク1機と、 無人航空機の MQ-8 ファイアスカウト3機を格納庫内に収容可能である。ヘリコプター艦板は広く、より大型なヘリコプターでも発着は可能であると示唆された。7メートル級の高速型複合艇が似てい、1尾のヘリコプター発着艦板下に格納されており、艦尾の扉から発進、回収が行えるようになっている。 後続艦には11メートル級リブが搭載される予定である。1番艦は暫定的な仕様のフライトレートされ2011年に寄港した。2から3番艦は2011年9月、ジェネラルダイナミクスシャバス鉄工所が18億ドルで受注したことが発表された。艦名は1番艦が海軍提督エルモズムールとジュニア、2番艦が仲間を 手榴弾から守り戦死したシールズ隊員マイケル・モンスーは3番艦が元大統領リンドン・ジョンソンから取られている0 0級 r e サイボーグ彼の声に従い世界秩序を破壊して人類をやり直すことを目的としてアメリカ海軍の原子力潜水艦から発射された各弾頭装備型の SLBM を迎撃するためにハワイ沖で試験公開中だった架空艦 センシネルを009、003、004が環境や CIC にいるクルーを制圧して占拠。センシネルに搭載されている SM-3 で SLBM を迎撃する。超日中対戦空母戦闘軍撃突アメリカとの戦力差を埋めるため、未来人のハイダがクローオン上院込みで10席を日本に提供する。命名が大変なので、 ズムウルト101から110と故障で呼ばれた。現実では開発の遅れと予算超過で一部兵器の搭載と能力が見送られたが本作では予定通りの兵器と能力で10隻加わることで護衛艦隊の戦闘能力は10倍になると評された。トランスフォーマー、リベンジ、ズムウルトが登場。レールガンを発射しデバステーターを破壊する。映画版では アーレーバーク級ミサイル駆逐艦、キットがこの役を務めている。エースコンバットインフィニティ、オンライン共同戦役、東京マーシャルローにおける緊急ミッション、および非常招集ミッション、エマージェンシーシーストライクにおいて、ステルスデストロイヤーという名称で登場する。エースコンバット7終盤にて、アーセナルバードに一斉攻撃を行う、有志連合の艦船として登場する。 鋼鉄の方向シリーズ、鋼鉄の方向にオーシップコマンダー的間に、ズムールト級と改めズムールト級が登場する。また以降の作品において、プレイヤーが建造可能な艦船として登場。一番艦が浸水する以前に発売された作品であるため、詳細な形状は異なっている。鋼鉄の方向にオーシップコマンダーエクストラキット以降蒸気の拡張パックである本作から、 CG-21 が登場。環境の形状が現代のズムールと球にかなり近い形状となっている。萌え萌え大戦争現代バーン功能とめ、カレンのモデルとなっている。また、一部のステージではサポートユニットとしてもズムールと球が直接登場する。ありがとうございます。